こんにちは、リフォームの達人プロデューサー山さんです。京都市リフォーム老舗刑事リフォームヒロ亀田義明です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。亀田さん、今日はですね、12月25日で、今朝まさに、リフォナビが生まれまして、で、この内容を亀田さんもまさに今私のガイドのもとに見ていただいて、で、今日一緒に撮影する、リホペガとしては最後の撮影ということで、まあこのリホナビが生まれた12月25日もそうですし、実際にこの1年間、リフォーム業界含めた形いろんなことあったと思うんですが、ちょっと一言、年の最後の方に、視聴者の方もいらっしゃるんで、メッセージも含めた形でお話しいただければなと思うんですが。そうですね、本当にこのね、1年間ですね、いろんな形がね、ありまして、やっぱりこの YouTube 効果というかね、はい、これは非常にいいものがあって、ほんで、まあ、年の初めにですね、こう1年通してこういう結果になっていくかというこのね、今本当にこのリホペガのこういうものが出来上がるっていうね、構想的に、まあ、今日使って分かったんですけれども、今まで本当に私どものお客様も含めましてですね、リフォームをするときにですね、どういうふうにしようか、まず業者紹介がまあ一番、業者を決めるのが一番難しいわけですけど、まずそれに当たるのが難しいわけですから、そしてその業者に決まったとしても、やっぱり後の仕上がりに不満を持ってられる方とかいっぱいございますし、それはどういうことかいうと、消費者さんがですね、本当に業者に任せっきりっていうことなんですよね。ここが大きな問題ですね。だからその任せてもいい業者なら問題なく終わるでしょうけど、ほとんどやっぱ不満が残ってるっていうのがこの1年ちょっと感じたところなんですけれども、だからやはりやっぱりまず自分で勉強するっていうことが大事だと思いますね。まあ変な業者は本当は基本的にはないはずなんやけれども、やっぱり問題点というのは自分の意思と違うところでリフォームされてしまってるっていうことで、まあ僕、私が一番よくあったんが、最近ちょっと番組は少なくなってますけども、ビフォーアフターっていう番組がありましてですね、あれは本当にテレビ番組として成り立つような形で、実際お客様の意見というのはあまり反映されてなくて、現場もですね、その最初に行って最後まで途中は見に行けないというような状況が、そうしないと、工事が終わってからでないと感動がないということですね。なるほど、なるほど。ボロボロって言ったらおかしいけど、そういう経過の中で最後に見に行って感動するという、その感動するところが番組として一番いいわけですから。だけど実際の工事としては一つずつ出来上がりの工程で、ここはこうやこうやと打ち合わせながらいいものを完成して、これが本当のビフォーアフターだと思うんですけど、まあ、そういうのがね、テレビの方でもそういうもんやというふうになって、実際お住みになったらこんな家住めへんわというのも実際よく京都市内結構容器ありましたから、その後のリフォームに行ったりしてるわけです。あ、そうなんですね。お茶さんにやってもらったけど、これちょっと僕は悪いとかね、そういうこともございますので、やはりお客様と勉強して、でまたね、私たちと打ち合わせして、本当に今まで思うんですけど、お客様からの提案というか、お客様が言われたことをですね、私たちがこう勉強させてもらっていることというのは非常に多いですので、まあ、その辺がね、今回このリホペガのこのグッズを使われたらですね、非常に私たちとしても、まあ、スムーズなリフォームが出来上がるんじゃないかなというふうに思いますね。あ、おっしゃる通りで、コンテンさんがそのお客さんに知識とか、それを説明する時間よりも、お客様の納得感があるように、リフォナビを見ることによって、どちらかというと、私はいつもこれ、バーベキュー理論だと思ってるんですよね。その、新築だったら、亀田さんおっしゃられたように、図面があったら、もう、さら地のところから作っていくんですけど、今住んでいる、もしくは今ある条件のもとで、それこそ、冷蔵庫の中身で勝負するみたいな形で、プロの、ゼロから食材を仕入れるわけじゃない、今のその、規制がある、今生活してる中がある、もしくは、実際にスタイルとしては、お客さんも一緒に勉強して、お客さんも実際に知識をつけることによって、コンテンツと一緒にチームとして作るっていうのは、大切なんで、そのためにはでもやっぱりね、コンテンツさんがどうやって、顧客をこう、教育って言ったら変ですけど、まあ、
伝えて学んでもらうのか、その役割がリホナビにあるのかなと思ってこのツールを使っていただきました。なので、YouTube であったり、ブログであったり、インスタであったり、それらを学んでやっぱりわかんないっていう時に、LINE で聞いてみたり、さらにはオフ会で生の声をお互いに共有して参加してみて、その声がオフ会の中でまた生まれたアイデア。料理をするのはね、コムデさんじゃないんですよ。料理をしたりするのはやっぱり見ているあなた、主婦の方が作るので、それによってその知見がまたこういったグッズを使って楽になる。こういった使い方、メーカー言ってるけどしないしないなんて言った情報がものづくりにも変化していく。リフォームって本当は私はこれずっと言うんですよ。新規事業だと思ってるんです。昔からある。いえ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 。まだまだ全然できてない。他のところから考えると。結局、1994年だったですかね。とうとうに私もいたのが96年なんで、できて2年ぐらいの時にリモデルクラブできたけど、やっぱりまだリフォームわからない。メーカーだってね、メーカーだったらメーカーで物作ってるかわかってるように、わかんないんですよ。みんな、サラリーマンとしたら、車輪の一つだから。だからこそ、そのエンドユーザーの声、工務店の声、リフォペガに集う、いろんな仲間の声、そして、山さんにとっては YouTube 発信して、みんなが LINE でやってくる質問のビフォーアフターの写真が、山さん自身もこの、起業してから3年間で大きな仲間と大きな知識増えたかなと思ってますんで、ぜひさらに今回クラファンで応援していただいたこと、いや私クラファンしてない、全員が見てくれてたら応援ですよということで、思いがこの形になって、思いが現実を作っていきますので、ぜひそういった内容でますます今年も最後皆さんでリホナビ、年末年始、箱根駅でもいいですが、ちょっとポチポチ遊んでもらって、今度オフ会にも参加して、またこの形で、亀野さんと一緒にオフ会の方参加したいなと思います。亀野さん、最後の最後ですが、本当に今年最後の一年の一言お願いいたします、はい。ありがとうございます。本当にですね、このシステムで、まあ私はいいなと思ったのが、これから工務店さんがですね、お客さんの初回訪問の時にですね、これ、まあ私は違う思ってるんですけど、このリホナビをまず見といてくださいっていう形で、もうその場でですね、もうお客様の前でつながってもらうようにお客さんにしてもらおうかなと思ってます。なるほど。はい、まあ、そうするとですね、次に会うまでにいろんなことの情報をですね、もう見ていただいてますので、2回目が非常にやりやすい。これは何でかというと、私 YouTube で出てて、初めて会うお客さんがスムーズにお話ができておりますので、はい、なるほどなるほど、そういう形と一緒だと思いますので、このシステムをぜひ使わないと損やと思いますのでよろしくお願いします。まあ私はもう工事チェックシート、あれがあることによってユーザーにとってはすごく、いいし、それも実はコピーすることによってコンテンツさんにもね、本当はとってもいいことになるんじゃないかなと思います。ぜひそちらの方もどんどんダウンロードして、いやー980円嫌だって思う前に2月まで使ってくださいね。ぜひで全然いろんな方にシェアしてみてくださいということで、今日も最後まとめたいと思います。本年も1年ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。言います。せーの。必ずできるということで、1年間ありがとうございました。